扉が閉まります。ご注意ください。お待たせしました。上りケーブルカー発車します。度の急勾配を直径45ミリのロープに引かれて標高737メートルの六甲山上駅まで登っていきます。乗車の定員は200名ですが、このロープはその8倍以上の重さにも耐えられるようになっていますので、ご安心ください。標高931メートルの六甲山は明治時代の中頃から別荘や日本最古のゴルフ場が作られるなど、居留外国人たちの避暑地として開発されてきました。現在もホテルや文化、レクリエーションの施設が整ったリゾート地として多くの人々に親しまれています。六甲ケーブルをご利用いただき誠にありがとうございます。駅構内および車内において不審物を発見されたお客様はお手を触れずにお近くの係員までお知らせください。皆様のご協力をお願いいたします。すれ違うときは危ないですから、
窓から顔や手を出さないようにしてください。皆様がご乗車のこの緑色の車両はレトロタイプで、いつも左側を通ります。赤色のクラシックタイプはいつも右側を通るようになっています。瀬戸内海国立公園の一部である六甲山からの眺望は素晴らしく、晴れた日には遠く紀伊半島、淡路島から明石海峡大橋や関西国際空港、神戸空港、眼下にはポートアイランド、六甲アイランドをはじめとする神戸市街はもとより阪神間までの大パノラマが楽しめます。特に六甲三条駅東側にあります展覧台からの眺めは格別です。ぜひお立ち寄りください。また夜になりますと、宝石を散りばめたような街の明かりは大変美しく、1000万ドルの夜景としてよく知られています。黄色い部分より下がってお待ちください。本日はご乗車ありがとうございました。ご乗車誠にありがとうございました。六甲三条駅到着です。車内お忘れ物ないようご注意ください。お出口は進行方向向かって右側です。なおホームは階段となっています。お足元十分ご注意ください。
六甲山ホテル六甲ガーデンテラス方面にお越しのお客様は、駅前一番乗り場8時55分の三条バスにお乗り換えください。なお8時55分のバスは六甲山ホテルに経由いたしません。六甲山ホテルにお越しの場合は記念飛来バス停をご利用ください。本日は六甲ケーブルをご利用いただき誠にありがとうございました。三条車両ご乗車のお客様、扉内側に開きます。扉付近からは離れてお待ちください。扉が開きます。ご注意ください。